こんにちは、松本玲奈です。以前一度コラボレーションさせてもらったことがあるんですが、今回はなんと2度目のコラボレーションの、初打ち合わせに来ています。で、木島さんともすごく久しぶりに会うのでめっちゃ楽しみ。私がちょっとやりたい形があって、なんか一回木島さんで買ったペーパーハットの素材がすっごい可愛かったし、扱いやすいし、なんかくるくるくるってできてすごい良かったんですよ。だからなんかそれを使ってなんかちょっと今回やりたいんだよね、はい、ではまずじゃあ素材から、あちらの素材はこれになります。可愛くない？うん、可愛い。もう可愛い。あ、もう可愛い。色可愛い。これも可愛いけどな。この色も可愛い。この色も可愛い。この色も可愛い。実はちょっとうちの帽子の、作り方で、味噌がありまして。味噌。はい。パターンを裁断するときに全部バイアス方向に裁断してるんですね、でそのことによってその丸められるっていうことを実現してたりするんですよ。全然ねポキッとかなんないんですよ、はい、実はそういうことがあります、はい、なんかね前のやつもすごい可愛かったし超使ったんですけど、なんかもっとツバが広い方がいいなって思ってて、はい、丸くね、丸い感じでやりたいなって思ったのと、女性っぽいような、そうですね、そうでもなんかちょっとモード感も欲しいから、なんかガーリーになりすぎない感じの落としどころでなんか作れたらいいなって思ってて、はい、って感じ。わかりました、お任せください。サンプルできました。ありがとうございます。かわいい。めっちゃ可愛い。頭これやから大丈夫か。頭は大きいか。でも可愛い。サイズはちょっとエラさんには大きいですね、まだね。アイコちゃんかぶってみたら。あ、深いかも。でも深い深い。ここら辺止まるかなと思ったらスンって入るかも。ちょっと浅くした方がいいかな。そもそも気がするけどね。え、ちょっと深いかなと思った。1センチぐらい。2センチ。1センチぐらいかな。なんか耳が折れる。今当たって1センチなんですか。生地をバイアス立ちにして丸められるようにしているので、今、おっしゃられたように結構押せばこう飛び出るっていうか、バイアスなのでこうすごい動きが出るんですね、それがやっぱり特徴ですね。絶対折りたいよな、折ってカバンの中入れたい。逆に細くしたいなと思えばこう引いちゃえば細くなったりとか、そういう自由が効きます。で、リボンの話しましょうか、あ、そうか、ここにリボン、はい、そう、こういったグログランリボンは巻くこともできるので、例えばラフにしたいんであればこういったものを巻いて、普通に綺麗に巻くのもありですし、本当ラフに結んであげちゃっただけでもいいしとか、そういうアレンジもできます。太さもこちらの 25mm タイプ、38mm タイプっていうのを選べます。でも太い方がやっぱいいな、でも色は可愛い。これ焦げ茶？焦げ茶だね。可愛いよね。焦げ茶も可愛いね。欲しいな、早く、一刻も早く欲しいな。一日も早く欲しいな。どっちが好みかなっていうのがちょっと綺麗めは真っ黒の方が綺麗ですね、で、その白っぽいのは結構ミニタリーっぽくなってますね。綺麗な。でもそれが大事なんで。本当にそれが大事。別に大丈夫な気がする。可愛いよね。可愛い可愛い。マイコの色もすごい可愛かった。じゃあこれでいきましょう。はい、決まった、ありがとうございます。お願いします。
皆さん今日はどこ行くんですか？今日は、木島さんとコラボレーションしているあの帽子があるんだけど、それの最終各色チェックに行ってきます。楽しみにしててね。これ前回からの修正点を、直しまして各色サンプルが上がりました。かわいい。小雨ぐらいだったらいけるってことですよね。大雨はちょっとね、あの肩が外れてしまうので小雨程度でしたら、小雨、はい、じゃあ小雨の日は私も傘の代わりにこれ使おう。そうですね。で、あのご自宅で手洗いもできますし、あ、ちょうどいい。かわいい。その色もかわいい。お似合いです。ちなみにこちらの素材は、見た目がこうあの天然繊維に見えますけど、ペーパーです。紙でできてます、こちらとはちょっと正反対で、雨に弱いです。ですけどこういった天然繊維に見えるんですけど、普通天然繊維って丸めたりするとダメなんですけど、こちらはこういう風に丸めてバッグにしまうこともできます。ママの味方なんですよ。パチ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 。つばもこちらよりも広く作ってますので、日よけもバッチリです。素晴らしい。素晴らしいです。形も可愛いし、デザインもおしゃれだし、機能もあるし、完璧。すっごい楽しみ。早く飾りたい。もうこれでさ、キャンプも公園も怖いもの知らずじゃない、どんと来いよわ、めっちゃ被りますね。よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しい。完成です。はい、ということで見てください。これできたの。めっちゃ可愛くない？クラネ×木島貴之の帽子完成しました。で、このね、今回クラネ×木島貴之のコラボレーションハットは、ペーパーハットと、こちらのバケットハットの2型になっています。でね、あの本当にいろんなシーンでかぶってほしいし、いろんなスタイリングでかぶってほしいし、使ってほしいと思って作った帽子なので、あの私今からちょうど打ち合わせがあるので早速合わせてみたんだけど、こんな感じでシーンに合わせて紹介していこうかなと思ってるので、早速行ってきまーす。はい、ということで、早速ね、このバケットハットをかぶってみたんですが、私はね、このバケットハットあの全然カジュアルでも使えるんだけど、ちょっとね、モードにかぶれる、なんかシティの方でも全然こうモードにスタイリッシュにかぶれるバケットハットが欲しいなと思って、今回この帽子を作ったので、あえてちょっとヒールとかで合わせて、なんかこうお出かけの時とかお買い物の時とか、ちょっとおしゃれしててもバケットハットがこうかっこよくかぶれるよっていう感じのスタイリングで合わせてみたんですけれど、いかがでしょうか？なんかね、こういう帽子って結構カジュアルなイメージがあると思うんだけど、本当に全然こういう感じでバシッと着てもらってもかっこいいと思うので、で日よけ対策もできるし、ぜひチェックしてみてください。あ、でも結構さ、時間やばいよね。やばいですね。YouTube 撮ってたからさ、ちょっと急がないとね。急ぎましょう。渋滞してなかったらいいんだけどな。そうですね。こんばんは。どうでしょう。いらっしゃい。はい、ここからはアフレコでお届けしていこうかと思います。スーパーでお買い物してきました。今日のご飯はハンバーグー。絶対子供たち喜びやす。この日は木島さんのブリムハットのホワイトに、もうほんと楽ちんスタイルでスーパーに行っただけなんだけど、私が日常的にね、この帽子かぶるんだったら本当にこんな感じのスタイリングでプラプラしてて、ですっごい暑い日だったからね、バッグもホワイトで帽子と色を合わせてみました。で、この帽子のすごいところなんだけど、見てください。こんな感じで折りたたむとすっごいちっちゃくなるし、全然シワになんないし、なのでもうショッパーの中とかバッグの中とかにも全然スポッて入れれるし、もう本当に便利で、暑い日にはもう常にカバンの中に入れときたいアイテムです。お、なんか言ってますね、これこれって。これ何伝えたかったのかちょっともう覚えてないな、忘れちゃいました。で、この日なんだけど、会社に出社する時のスタイリングに木島さんのペーパーハットのブラウンをかぶっているスタイルになります。
で、私のリアルなオンのスタイルに帽子をかぶってるスタイルなんだけど、もうオールブラックでちょっとコンサバ感もありつつモード感もありつつっていう感じでこの帽子かぶれるので本当におすすめのスタイルになります。おはよう。おはようございます。暑いね。もう暑いですね。マジでも全然ノースリーブいけるよ本当に。今日は特に日差しが強いですね。すごい暑い、びっくりした。今日も忙しい？今日の今日もいつも今日もいつも忙しいですね。パンパン？はい、今日は撮影と打ち合わせといろいろあるので、うん、頑張りましょう。はい、今日はランチに来たよ。こっち。ここのねパン屋さんがすごい美味しくって、いつもユリナとかアッチとかとよく来るんだけど、本当にね美味しい。テラスがあってすごい気持ちいいから。今日はテラス日和ですね。暑かった。もう夏じゃない？暑いですね。今日も夏ですね。ほら今日もこれ持ってきてるんだ。カバンの中入れてきたんですね。全然シワになってなくない？なってないです。そう、もう最近さ暑いしさ、もう私焼けたくない人だから、もうねこれがないとね、もうね外に出たくないの心配かわいい不安で、もうこれをカバンの中に入れとかな、はい、嫌なの。やっぱ女子は紫外線気になるから。そう、ほんでやっぱさ、もうほんとくるくるくるってカバンにスポッて入るから、なんかずっと入れてあるんだけど、なんかやっぱりね暑とか焼けそうみたいなシーンがやっぱ子供もいるからすごい多くって。そうですね。そう、もう本当にすごい助かってるし、何か酔ってもねずっと綺麗にかぶれるところがやっぱりペーパーハットのすごいいいところで、麦わら帽もさ可愛いけどね、入れれないじゃん、ね、結構形しっかりしてるのも多いから持ち運ぶっていうイメージあんまないですもんね。そうそうそう、そうなんだよね。で結局さ、なんか帽子いらんなっていうシーンもあるじゃん。でもそういう時にさ、リココとかトウキがいるとカバンの中入れれないし、すごいね困っちゃう。あ、荷物になっちゃいますもんね。そうだからね、本当にこれ助かってて、もう本当にねこれがないと外に行けない。しかもそれを入れることにめちゃめちゃ夏っていい感じですよでも可愛いよねやっぱり。だいたいいろんなコーデにも合うし、私はねペーパーハットブラウンの方もモードですごい好きなんだけど、やっぱこのスタンダードな方、これがね一番おすすめ。この色可愛い。今回このペーパーハットが一番夏に被る定番の、まあ、私の一番おすすめの種類なんだけど、このペーパーハットは結構なんだろう、いろんな人がいろんなシーンで一番かぶりやすいかなと思って作ったんだけど、やっぱり私が作ってる時にこう頭に浮かんできたのがママさんたちママさんたちとか、なんかやっぱママの方って本当に子供と一緒に公園に行ったりとか、なんか外に出る機会もすごい多いと思うので、なんかそういう時にちょっと綺麗な格好にも合わせれるこういうペーパーハットがあったらいいなと思って作ったので、今回ちょっと小綺麗な感じでね、ちょっと綺麗めな大人っぽい感じで合わせてみたんだけど、いかがでしょうか。なんかねこの感じでもうさらっとハットかぶってるとなんかすごい素敵だなと思ったので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回クラネ×木島孝之のコラボレーションハットなんですけれど、今回はね私はもうすでにリアルで使ってるんだけど、いろんなシーンで被っていただけるし、これからもっと暑くなってくるともっともっといろんなシーンで被っていただけると思うので、使う機会もめちゃめちゃ多いと思うので、ぜひチェックしてみてください。ということで今日はこの辺で、じゃあねー。